3つ寄ってきましたけどね。まあ一応ここで3分の1くらいまで来てるのかな。まあぼちぼちと歩いていったら良さそうですね。まあまあ風もあっていい天気ですけど、花粉も飛んでるな、感じるな、杉の香りを。ここは行け、久しぶりに見ましたね、これ。学校の校庭の掃除の時に使うやつですよね。落ち葉とかわーっと集めてる。あるんだね。市販でも売ってるのかな。まあ売ってるんでしょうね。言ってたらだんだんと音が近くなってきて、もう言うと時にサーキット通りですからね。なんか陽気くんな。なんで、鈴子か？この辺りだと。鈴子かな？元気だね。鈴子かな？あのジャージは。神社あんだ、このところ。神社というほどのあれでもないし、なんなら立ち入り禁止みたいになってるからあれだけど、お墓だけかな。逆に、なんか供養所が立ってますね。何？何のやつ？家か。次はお墓かな。保釈墓なってるか。そうですね、慰霊碑とかそういう感じ。こっち側にもお墓あるわ。あの鳥居自体はちょっと古そうですけど、一応中がね、支援かかってるんで、聞いてたら、だんだん音が聞こえてきましたね。あそこら辺にも見えますね、鈴鹿サーキット屋根。あれ、一コーナー、あのメインスタンドのところかな。この辺りから歩いていくんだったら、ひたすら、テーマパークの方のね、ランドマークのところの、ゲートよりもサーキット自体の方が近い、直線的に行けるかなっていうところら辺ですもんね。これは完璧に担任、難しいな。これ木だからな、ちょっと完璧に担とは呼べんか。完璧に担の基準、そうだな。カエルがもっとベチャーって押しつぶされとって干からびとったら、まあ干からびるが大事ですよね。カンピンタンですから、カンピンがなんか干したもので、カンピンでタンで伸ばすかな、伸ばすような感じのやつでカンピンタンみたいな、だからペタ調べたく押しつぶされた感じのやつじゃないとね、カンピンタン認定は難しいですからね。よいしょ。
こんなところもいろいろ店あるんだ。へえ。一本入ると知らん店多いな。あ、でも伊能町入りましたね。伊能だ。じゃあもう町内ですよ。駅もね。え、スーパーサーキットは伊能町になるのかな。三所になるのかな。微妙なところですよね。一応伊能町か。広いですもんね。あ、もうここ F マートか。早っ。あ、じゃあこの道は何回も走ってる道なんだ。 F マートについてくる道ですもんね。へえ。で、 F マートが出てきたらもうその先にぶつかる道がサーキット通りですからね。よいしょ。あ、手に取ったら線路が見えてきた。これはこの線路が伊勢鉄道線ですね。です。あの先に見えるね。あ、ホーム見えるじゃん、もう。そこに見えるホームが通過先と伊野駅ですね。あのゲートをどう処理するかやね。ボードも聞こえるようになってきましたね。ちょっと高い音も混じってくるようになりますね。この辺りになってくると、結局やっぱ高い高音域のところの方の方が遠くまでは来ないですよね。低音域の方が周波数が長い分遠くまで音が来るんで、実際サーキットで聞いてると多分 S 帯のエンジンでも結構高めの音に聞こえるんじゃないかな。意外とそんな違いがします。ただ F1 ぐらいの、ね、出力になってくると、高音域でもね全然聞こえてきますけどね。あの辺りまで、あ、どうだろう、玉垣だとどうだろうな、白子だとバリバリ聞こえますよね。すったらしいね。よし。さあ、もうここまで来た。コミダも出てきた。あたってショートカットできそうなところがあったら、そっち側の方に来たいけどな。飲み物がね、がっつり買ってあるんでね。今もこれ買ってきてましたんで。だからやっぱドレカミが最初にとかもう売ってないんだよな。あれ売れ始めてたのかな、本当に。ほう。で、ここに謎のエクステート。意外と150円だから意外と安いね。ああ、もうここら辺まで来た、見慣れた風景だ。サーキット通りもあります。そんな毎日走るほどではないですけど、よく走るところではありますからね。よいしょ。で、ローソンがアリーの。コミダもアリーの。あたっといたん
あら、こっちから行った方がいいのか。